はい、皆さんどうも、みさろうです。モンハン人気、ポカポカアイルムラデラックスやっていきましょう。パート4の続きをそのまま撮ってます。場所変えたんで声は普通に戻ったかと思います。いや、びっくりしたね。急に現れた。初めからね、場所移動してやればよかったんですけど、移動するのもめんどくさいんですよ。というわけでやっていきましょう。今日でギルドがランク上がって、料理室ができて、仲間が来てって、ちょっとね、割と見どころ。そう、猫バーにこうやって言われてきた人は、こんな感じに来ますね。アンバーが仲間になりました。で、ギルドがランク2になったよ。ちょっと大きくなりましたね。三角テントからサーカステントっぽくなった。水太郎、いい加減長屋で寝ることを覚えたらどうじゃ。もしや、長屋は仲間のために開けているのか。なんと、こんなに思いやるアイリーが言ったとは。わしは村作りを水太郎に任せてよかったわ。そういえば、じゃが。ん？村の仲間にプレゼントは知っているかの。アイルによって好き嫌いがあるからの。例えば男は骨好きじゃ、女の子は鼻が好きじゃな。他にもいろいろあるが、好みに合いそうなプレゼントを送るといいぞ。誰？マルチ。よう、はじめましてだよな。ここアイル村だろう。なかなかいいところじゃないか。自分は世界中のアイルと仲間になりたくて旅をしている。しばらくはこの村に住んで仲間を増やしたいと思って、よろしくな。おう、ここ以外にも村がたくさんあるって知ってるかい？よければ紹介してやるよ。カーチャーシャーク。この村以外にもアイルー村があるらしいんや。明日までに出かけられる準備をしとくか、楽しみにしててくれよな。マジで。へー。またなんか明日ありってことですね。なんで、せっかくなんでギルドが大きくなったで入ってみましょう。料理室、ん？料理場ができてるはずです。なんだっけ、模様替えができたはず。あ、地下があるな。展示室かな。だいぶ広くなったね。教官が居座っている。ほう、あの小さな村がここまで大きくなったか。テントです。村というよりも、なんだろう、ギルドだよね。我が輩のアドバイスが生きているだな。なんだその顔は。なるほど、我が輩に新たなアドバイスも求めていたのだな。しかし、いくら我が輩が頼りになるからといって足りすぎてはいかんぞ。ぬはははは、何も教えてくれない。なんだか知らないけど、すごい自信なのにゃ。その口の中はどうなってるんですかね。渦が巻いてますよ。ん？これどういう状況だと思いますか。体半分埋まってる感じですかね。ぶつぶつ、うわ、ダメだ。クエスト出てるけどダメってことは、まあ、また後日来いってことかな。はにゃにゃにゃ。にゃ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 。はにゃにゃにゃ。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 にゃ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 。はにゃにゃにゃ。にゃ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 。にゃ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 。にゃにゃにゃ。にゃ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 。だそうです。皆さん分かりました。俺はさっぱり分かりませんでした。とりあえず、アイテムを食べることによって何かしら起きるよってことですね。まあ、疲労回復したり、その他いろいろ効果があるよ。アイテムは、素材、まあ、村とか畑とかで取ってくださいっていう感じの説明でよかったのかな。で、展示室ができましたね。あまり鼻をする音を入れたくないんですが、申し訳ない。これはギルドが拡張されると勝手にできるのかな？いや、ここに人が来るなんて珍しいこともあるもんだ。僕ちに珍しいものに目がなくてね、みんなで珍しいものを共有したいと思って、実はここに展示室を開くのさ。展示室には珍しいアイテムを飾ることができる。そこで君に珍しいアイテムを探すのを手伝ってもらいたいんだけど、君にその素質があるから僕ちがテストしてもいいかな。いいよね、いいよね、いいですか、いいですよ。僕ちの質問に答えてくれればいい。じゃあ早速、君はお宝って何だと思う？高く売れるもん、ちょっとわかんない。マロ。栗ですね。おう。よろしくね。これで目指し合えても、全部ボクチンゲ、ふふふ。こいつら地味にあれですね。欲望ダダ漏れですね。実はレアアイテム持ってます。にゃんにゃん棒 G。採掘に出ました。お！ここにありますね。こんな感じで、採掘した時に出てくるあれで、あれがあれしてあれですね。まあ、よくわかんないけど、まあ、起きました。確かね、
今日の最終運で、最終運がいい時に確かね、出やすいとか出るとかだったかな。そんな気がしますね。というわけで、ギルド内はこんな感じになりましたよ。では、外へ行きましょう。ん？なんで今一瞬ちょっと止まったんだろう。交易長、この村で交易をやりたいんだけどね、アイルがちょっと少ないね、村もそこまで大きくないし、もうちょっと様子を見てみるかね。クソ、上から目線だな、お前もな。樽の蓋。あ、でもギルドないな。で、虫取り場がもう3で拡張できて400ポイントでいけるから、あー、牧場か。あ、虫取りを大きくして、もう使っちゃえ、使っちゃえ。牧場もランク2だ。オーバーレイ。コポポカ、ヒナを見つけたら、ヒナってなんだ？あ、下を押すからあれか。どうしても怒った顔になってしまいますね。連打しちゃう癖があるんで。お、寝ている。パーン！あ、プーギーがどうだらこうだらって、あれか。おや？ああ。私なら道に迷ってるうちについ眠くなって。こんなとこ見えたらまたあの子にバカにされちゃう。すっかり遅くなったわ。早くアイル村に行かなくちゃ。私の子がそこのギルドで働いてるはずなんです。あの、すいません。アイル村どっちに行けば、あの山の向こう、何も考えず突き進め。ここが、これすごいやりたいですね。何も考えず突き進め。ご親切にありがとうございます。おお、出てきた！全然違うじゃないですか。ドスファンゴに追いかけられて大変だったんですよ。この一瞬で。危うく潰されましそうに。本当はどっちなんですか？あの山の向こうですよ。これまた帰ってくるんじゃないかなと思って適当にやってるんですけど。ね、動かないもん。早い。全然違うじゃないですか。下流の歯茎を浴びてこんがり猫になりそうでして。そっちの方が大変だったね。ちょっとこう見えてる。ここがそうです。ここがエルムなんですか？カルチャーショック。もう恥ずかしい。絶対に誰も言わないでくださいね。あ、じゃあ私、長老さんにご挨拶に行ってきます。ってことは新しく、クエスト増えるんだな。村上位とかになったのかな。採掘の油。ベイビー。ランチは何をしてるんだよ、そこで。あ、なんか黒いのがいる。お前はなんだ？ルーナ。俺の名前ルナっていうのさ、女の子かと思ったけど、声を聞く限り男っぽいですね。珍しいお宝を探しに来たが、何もない村だな。また来るぜ。なんだろう、お宝の、あそこかな。展示室の品物の数とかなんか、ブーメランが！で、増えたりするのかな。お、ニューがいますね。虫取りの蜜。アニス。ああ。探します。私。お前、私、夫、知るです ?No! 私、お前の夫、違う。来て初めて、理解されません。教える、思います。お前、お願いします。私の旦那様、アニス、夫のところまで連れて行こう。だって、絶対この喋り方的にあれで、早く教える。お前、随分とあれだな。みんな、あれですね。上から目線ですね。連れて行くってどういうことや？持ち上げるって出た。そういう物理的な、やっぱ物理的、ホワイト。あ、いけますね。虫取り屋。投げつけるとかないかな。おお、お前力持ちます。力持ちます。エンダー。もうちょっとカメラ近くならないかな。エンダー。ちょっと違いますね。ハッスル、ハッスル。はい。クソ。おろすじゃなくて投げるってないかな。投げ飛ばしてやりたいぜ。またここでちょっと暗転したな。若干止まりましたが。ちょっと不安が残りますが。おろす間もなく勝手に
おりましたね。おう、おっちょう。お前、よく来たな。音見つけたお前、感謝感謝。私、夫一緒ここ働くよ。私の旦那が来ました。兄貴が仲間になりました。料理を作ってお疲れとを回復してくれるアイリューです。探検では普通は食べられないものでも食べられるようにしてくれます。あ、料理人か。へぇ。あ、こちら料理長だからここにいないといけないけど、こいつはクエストに連れていけるんだ。キノコとかを焼くと回復量が上がるはず。で、なんか食べれないマヒダケとかも焼くと食えるようになるとかがあったはず。ただニトロだけは爆発するような気がする。カルチャーショックを集めるときにはやっといた方がいいかなと思うけど、カルチャーショック集めて俺はよく何があったかってのをいまいち覚えてないんですが、一応ね、しびれ、マヒダケとかも食べてしびれたにゃーっていうカルチャーショックは取ってあるんですけども。さてさて。とりあえず一周回って、前回ちょっとね、いい顎してますね。ここが噂のアイリム村。怖がらなくてもいい曲よ。僕は世界の知識を持っている素材の曲。ガザが小さいからちびっ子と言われた曲よ。僕はこれまで世界中を試してきて作った曲。この平和な村で少しだけ春休みをするつもりだから HP が半分回復するけど飛行タイプの噂が違う。飛行タイプがなくなってしまうので地震とか当たっちゃう。クク、これからよろしくクよ。優しそうな潮流と友達になった。でも確かここにいた気がするわ。確かに。お、今日も働いてますね。他ニューがいないかな。いなそうですね。牧場さできたって。そうだ、あのプーギーの情報も集めないといけないんですよね。誰かと話しろっていうあれだったけど、ピン。そうだから前回の探検でガッツリ食らっちゃったりとかしたんで、多分疲労度が半端ないと思うんですよ。短パないって、タンがいっぱい出る短パない。なんで今回は、まあ回復をすることも考慮して、なんだ、村を探索して終わりになるかな。牧場ができたけど何か買ったか私にはさっぱりわからん。わあ、あ、でもポポがいる。はにゃにゃ、はい。素材を集める。あ、記録係のところに帰って、うん。そしてシンクロ。とりあえずこれで取れるのかな。あ、取る。ポポの枝だけアクション。映ってるかどうかわかんないけど、もう一回アクション。パソコンが止まってしまったんだね。はじめは枝毛ミルク。枝毛は多分ランク1かなんかの時にやつ取れるかな、やつかな。あの、取ってる時のアイルが結構可愛い。ちょっとうまく見せたい。枝毛。タルバクショ、お前ここにも現れたな。私はタール以下の課長、タルバクチョと呼ばれておる。この村では探検が盛んのようだが、うまくいってるのか。材料さえ要せばタル爆弾を作って選んでもらえるぞ。タール一家のタル爆弾。小タル爆弾の素材を持ってこよう。別にいいです。お願いします。お願いします。しないとさっき話が進みそうにないんでお願いします。これが言うものを私のところに持ってくること。まず、弾き足が3匹、ネジヤンマが1匹、円盤石が1個。ネジヤンマってのを確実に見たことがないんですけども。はい。あ、あったらしい。ネジヤンマ、円盤石。円盤石を持って、あ、あるやつはあれか。もう先に出てくれるんですね。ネジヤマでも牧場3にしたから出るかな。よう、アンバー。私の美しさはもっとたくさんの方に見ていただきたいものです。にゃわね。さようですか。さてさて、虫取り場行って、アホみたいに虫網振りましていきましょう。誰だお前、椿。この村虫がいっぱいでええとこです。うち椿って言います。虫取りが得意なんです。ほら、今日だけ19匹も捕まえました。あなたは虫取りが得意なんですか。へえ、じゃあうちと勝負しましょう。今日一日でうちより虫をたくさん取れますかね。まあ、素人の方には無理やと思いますけどね。ふふん。
時です。まあ、仕事に頑張ってください。まあ、アホみたいに今から振り回すからいいんだけど。3だとどこだ？ラフラフレシアか？これ3かな？これかな？なんか、覚えてないけど、奥の方がいいのが取れるのか。あ、やった！雷光柱だ、ここっぽい。初めて雷光柱を手に入れたにゃ。70色。雷光柱、あれ待って、意外と時計の進みが早いぞ。というわけで、じゃあ、連打と虫の抜け殻。角張った。ふん。角張った。よし。角張った。角張った。ネジアーマーがいねえぞ。土星ラクス！火山にいるやつですね。80色。ここいいの出るな。トリコネ。ネジ山どっからだよ ?4 か？あ、出た。ネジ山出たんで、爆鳥を仲間にして終わりにしましょうかね。アホとは多分アホみたいに虫網を振り回すだけなんで、とりあえず、一家の一家の股の際、とくと見るがいいぞ。小樽爆弾1個もらった。この、村のギルドに樽爆弾コープを作るつもりだ。材料が集まったらまた作ってるか、いつでも来い。樽爆弾を作成できます。使ったことないからよくわかんない。なんで、そこはちょっと裏でやっときます。まあ、あとちょっとなんだけど、まあ、意外とね、尺食うかもしれないんで。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。またちょっと次は発展させて、8に10じゃありませんよ。発展させて、またそれをお見せする形になるかなと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。